武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。それでは、京都大学の、日本史の勉強について話していきたいと思います。日本史ですが、時間90分に対して大問が4題、出ていて、記述が、大量に出る、大体まあ70問程度と、あと論文の200字が2題、2015年では出題されていました。でまず、記述の、問題の方に関してですが、こちらは、大問の中で数題ちょっとあれこれはマニアックじゃないかなみたいなのが出たりはしますが、大筋、実力をつける100題だったりとか教科書で書いてあるような内容さえ押さえてれば、まあ、大半、正解できる問題ではあるので、知識としてそんな知らないものが出るというような問題ではないですね。ただ、一個一個の、知識ちゃんと正確に、覚えてないといけないような、問題が出るのと、資料問題が割と、出てきますので、資料の対策は、しっかりやっておく。で資料に関してはよく見る、資料じゃなくて初見資料が結構出てきますので、過去問使って初見資料の練習をちゃんとしておきましょう。参考書として使うものとか、に関してはまず、通常の問題対策として実力をつける100題は、徹底してやっておく。これは解説も含めてしっかり、マスターしておくことと、日本史の資料問題の一問一答完全版、これもしっかりやり込んでおく。で、実況中継や教科書などを使って、流れをしっかり理解しておく。余裕があれば用語集などでより知識を細かく固めておく。このあたりが、記述問題に対してのオーソドックな対策で、初見資料をちょっと対策しないと怖いなっていう場合には、眠れる夜の土屋の日本史という参考書などを使って、補足しておくといいかなと。基本は過去問で大丈夫だとは思います。で、論述問題に関しては、今年度、200字、2015年の問題で200字の、×2 っていうのが出てたので、これは大阪大学が200字問題、毎回、出してますので、ここの過去問と大阪大学の過去問をやると、対策しやすいかなと思います。ただ、これに関しては、まず、考える日本史論述などの論述用の参考書をちゃんとやった上で、ここと大阪大学の問題をやるということですね。で、聞いてくること自体に関しては、ある、テーマに対しての特徴だったり変遷だったりという部分なので、ここも結構聞いてくる内容自体が大阪と近い、問題傾向にありますので、通常の論述の練習した後は過去問と兄弟と反対の過去問で練習していくのがいいでしょう。で、知識として追っておくことは教科書の読み込みが、メインになると思いますが、今言ったようなそれぞれの、歴史的に大きな出来事の特徴だったり経緯だったり、変遷だったりという部分に、目を向けて、捉えるようにしておきましょう。比較的対策しておけば点数は取りやすいと思いますので、まず記述は、最低でも、8割程度は正解できるように仕上げておきたいですね。一部難しいのがあるんで、そこを落としたとしても、大問につき、数問ミスぐらいで抑えたいなというふうに思っておいた方がいいかなと。で、それを下回ってくるようであれば、特定の分野なり時代なり、で得意不得意が割とあるかなっていうのと、あとは漢字がちゃんと書けないっていう可能性が割と高いかなとは思いますので、そういう部分がないように、仕上げるようにしていってください。以上が、京都大学の、日本史の勉強法となります。